火西林は祭りの際に演奏される音楽で祭り林の一つ。神田林などをはじめとした現在の東京都及びその周辺の祭り林の祖。火西林という名称は戦後有志によって保存会が結成されてから付けられたものであり、それまでは特定の故障を有さず、単にお林と呼ばれていた。ここでは便宜上、金町を中心とした葛飾方面の農村に、 伝承され、江戸の祭礼林の源流となった、郷土芸能を、火災林と称する。火災林には、本所林、神田林、住吉林等の市派が多数存在するがこれらは、いずれも火災林より派生したものである。なお、現在では、霧林という流儀が、火災林の代表となっている。火災林は、江戸祭林の代表的存在とされ、 神田祭りや山王祭といった江戸の天下祭において付け祭りの出し林として奉仕することを常としている。江戸時代、東、火祭りの総鎮守であった金町村の香取神社の神官が創作した祭り林。現在の東京都及びその周辺の祭り林の祖とされる。 火災林の起源は、一説によれば、教法の初めに、江戸火災寮金町村三十鎮守であった、香取明神の官主、野瀬玉木が、慶神の和歌に合わせて、音律を、工夫創作し、これを若林と名付けて、村内の若者に教え心霊を、慰めたのものとされている。以来、天下太平国家安全の奉納林として、改良されながら、火災領一円、さらに、 江戸市中に広まり各地の祭礼に用いられたもの。また、教皇四年関東の大官、稲犯罪文はこれを若者全道の社会施策の一つとして奨励し、毎年各張村より推薦会を行い、その代表者を神田明神の将軍上乱祭りに参加させたので一層、普及し、農業の余下に、乗せ玉木より林を習う者が続出した。 明治時代にかなり流行したようだが、現在では桐林という流儀が、火災林の代表になっている。幕末の海エ年間、黒船事件以来一時衰退、安政4年6月の神田祭りに、月番寺社奉行松平氏の肝入りで復活したが、間もなく、明治一新以来に至る、社会情勢のため自然に中止となった。その後、世相の安定とともに復活し、 維新以来の大祭として知られる明治17年の神田祭りには火災方面から、表、青戸の源次郎、小松川村の角次郎、鹿骨村の七五郎、そっぱの伝次郎、荒宿町女次郎の名人が参加してその名義を示し、好評を博している。しかし、この頃には、神田の人たちも火災方面から林方を呼ばなくてもいいように、火災林を得得し、 神田林を創始した。こうして、品川、目黒、大井、とどろき、ま渋谷、阿佐ヶ谷三つ目林など、それぞれの土地名を付けた林が生まれた。さらに玉川筋を経て、大梅方面まで発展していき、これらの林が最も盛んな頃は、明治中期であった。江戸時代、名人と呼ばれる演奏者の結出は祭りにおける出脂の流行とも相まって、 高政の一途をたどる。こうしたお囃子の流行は、関東周辺にも広まり後に、秩父、川越、石岡、また、東北地方、東海地方の囃子の流儀を生むところとなった。各地方に伝播した火災林は地域によって変遷を遂げている。現在では、金町、江戸川方面に伝承されている流儀の霧林が、その代表的存在となっているが、江戸時代には、 亀有の美濃が絵崩しという流儀が大流行している。江戸の深川方面では、旗本の次男、三男が半ば娯楽として習い覚えたのが深川林となり、本所有下水に住む五家人連中に伝えたのが本所林となった。一方、浅草ささる若町の三芝居の連中が、火西から習った表紙を変化させたのが、住吉林、その他、松江林。 三浦林などの流派が編み出された。やがて、神田林、目黒林などが次々に編成編されて、その技量のほどを競ったという。ちなみに当初、神田林はすなわち火災林でもあったのだが、神田の氏子が火災林の技術を取得してから神田林として発展していったと言われる。編成は五人で、大太鼓一名、締太鼓二名、笛一名、金一人名。 ケテンテケテンテンテンステックという、揚げの林に始まり、屋台林という曲から一定の順序で数曲続け、再び屋台林で終わるというのが、一般的。ャイバヤ林は、五人林とも称せられるように五人で、編成される。その配列は向かって左より、大太鼓、しめ太鼓、しめ太鼓が前列、そして後列が増え、金となっている。 一、打ち込みに、屋台三、昇電四、鎌倉五点四丁目六、屋台以上の順序で演奏する六段構成が基本となっている。追記すると、四丁目には、締め台子の盾が四丁目の玉を打つと、脇が玉の血を打つ玉入りが入る。なお、上記の他に三越巡行を迎える、投げ槍、岡目、ひょっとことうのは仮面をかぶった、道化踊りの、お芝、獅子舞の、 イサミ、清め、ジャレ等の曲目が存在する。大大古別名、王道一騎締め大古別名、調べ二期笛別名、トンビ一貫小別名、ヨスケ一言等バカメン踊りぶきししまいひょっとこお亀、等かつて、火災林の練習は11月、収穫が済んだ時期の床を練習に当てる形で開始された。その多くは、葛飾区の青戸、亀有、金町、新宿、 国土一市の農家の人員で構成されるが、技術の取得には、修練を要し、一定の技量となるには1から2年はかかるとされる。その中において、笛はとりわけ上達が困難とされ、数年の稽古を経てやっと人前で演奏できる、一人前の笛吹きとなれるという。当然その練習は厳しいものであり、特に、江戸時代には稽古場における以下の規則を遵守することが必須だった。 定一、稽古場にて酒飲むべからず、昨日、十五日、二十八日、稽古しまい悲ろうて、あとは格別のこと一、喧嘩口論固く禁制たるべし一、稽古場にて安座かき去るまじくこと一、世話役の外、そこは打ったなどと多言松室まじくこと一、仲間の中は折り合わせよく勝ちし追記すると、上記は、大観、今犯罪門が、 葛飾地方の人心の利しるべを目的とした上で、こしらえておいた条文とされる。こうした背景において排出された名人が、江戸の天下祭へと参加し、火西林は、江戸で大流行することとなったのである。火西林の保存伝承のために、昭和24年に、東と火西林牧会が結成され、都内神社等の祭礼や伝統行事、地域イベント等での上映を行っている。 また、有志によって、昭和26年に火災林保存会が結成され、現在も火災神社の例大祭、鳥の市の祭事に奉納演奏を、また、毎月中旬の日曜日にも、同神社の境内において稽古が行われている。火災林保存会は近年その活動領域を広げ、火災林の素晴らしさを伝えるために、オーストラリアやウィーン島、海外への遠征公演を果たした。 なお、上記の他にも葛飾区、江戸川区を中心とした地域に、各保存会が存在する。東京都は1953年11月3日、東都火災林牧会による火災林を、無形民族文化財に指定した。これに対し長年、本家争いを繰り返してきた葛飾区側は、猛抗議を行った。これに対して、東京都は1954年4月9日、 葛飾区の火災林、神田林も包括して、江戸の祭り林として再指定を行った、火災林保存会火災神社。ありがとうございます。